結構水は今回はね、バタースコッチミルクというのをね、紹介したいと思います。では、バタースコッチミルクですね。このようなバターが入っているミルク。これ自販機しかなかったような感じですね。どうやって？あ、確かにバターのまろやかな味わいがして、そういったこうまろやかな味わいの中にミルクの味ですね。でこうコクがあってまろやかなこう濃厚な味っていうんですかね。そういう味がして、まあ悪くはないです。これもこれでなかなかいい味わいではないかなと思うし、結構なね、濃厚ミルクという感じで、まあバターが入ってるんで、ちょっとこう人によっては違和感があるかもしれませんが、まあ、なかなかいい味を出してるんではないかなというふうには思いますね。というわけでどうもありがとうございました。